皆さんこんにちは、ヨンダイです。今日は新潟伊勢丹ギャラリーで個展をしてるんですが、びっくりしたことに3台の作品が超人気なんです。3台の逆さ焼きの壺です。今お客様を求めいただいたお客様にお話をお伺いしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。今回どういうところがお気に入りになるんですか？なかなかこの螺旋状に溝の入ったあの模様というのが、私もそんなに見た拝見してることでもないんですが、だから見たことがないという模様で非常に気に入りまして、まあ、今しかあのチャンスがないと思い切って、購入させていただきました。ありがとうございます。嬉しい。あ、嬉しい。こういうチャンスがないんで、今買わないとすぐどなたかがお買い求めになられてしまうと思い切って購入させていただいたという次第になります。この模様とこの逆さ焼きというんですか、はい、釉薬が上の方にこう、溜まってるというか、そこが非常に綺麗に見えると思いまして、その辺もかなり、私の中ではポイントが高いというふうに感じました。いかがでしたか？なんか生放送を見てる。あ、そう。三代と比べられ、初代と比較され、後継ぎはつらいっていうところもありますが、喜ばなくてはいけないですね。ありがとうございます。またいろいろなところにこうやって展示会をさせていただき、お伺いさせていただきたいと思います。ぜひその時お目にかかりましょう。お待ちしております。また動画でお目にかかりましょう。お元気で。